やっていくそれ
強く一気に行くよ。そこだ、そこだ、クラウディア、お願い、光の雨だよ。クラウディア、そこだ、自分だ。もう大丈夫、しびれろ、行くよ、行くよ。光の雨だよ。まだまだ、ライザ一緒に。ライザやって、ガラ空きだ、行きます。それと痛いよ。そこだ、そこだ、ガラ空きだ。行くよ、連射、ガラ空きだ。もう大丈夫、たくさん降ってきて。この道具で敵を貫け。行きます、行きます。それリラさん、お願いします。一気に行く、ライザー、光が道あふれて、ライザーやってみろ。まだ強くなるよ。演奏もうまくな。足遂げたぞ。悪がの。みんな生きてる。わからねえ。俺生きてるよな。ね、でもタオ君とアンベルさんが。大丈夫だとは言えないが、いって死にそうだよ。もう今すぐにでも。これでなんとかなったはずだが、早々に引き上げないと群れの混乱に巻き込まれるかもしれんな。だってリラさん、リラさん、分かっている。やっちゃいましたね、私たち。やっちゃった。倒れたのにまだあの胸の部分が赤く光ってる。わからんが、ヒルフサの生態とはまた別個の気候なのか。戦士の証に似ているな。随分と大きい上に輝きの具合も違うわ。戦士の証、フィルフサを倒した者が得る。でもあれはどこかで。ライザ、どうした。この輝きじゃない、何かの力。戦士の証、フィルフサ、聖地、クリント王国。レント、今すぐこの光ってる部分を取り出して。は？どういうこと、ライザー。説明はキロさんのところまで帰ってから。私も
まだ勘をうまく説明できない。マジでやるのか？てか、なんでそんな元気なんだよ。おい、タオ、手伝ってくれ。僕まで？もしかしたら、もしかする。みんな、これを取り出したら、急いでキロさんのところに戻ろう。ありがとう、ありがとう。すべてのオーレン族に代わって心から感謝する。いえ、そんな。結局は私たちの都合でやったことなんです。そんなにかしこまらないでください。だとしても事実は同じだから、ありがとう。帰り道でもいくらかの個体とは遭遇したが、群れとしては機能していないようだ。この聖地を占拠するという統一意志を持った集団ではなくなったわけだ。もはや野の獣と変わらんだろう。つまり大信仰も完全になくなったんだね。我ながらすげえこともやっちまったな。今さら実感がじわじわ湧いてきたぜ。めでたしめでたしって行きたいところだけど、島の問題はまだ残ってるんだよね。そうだな。ライザ、そろそろ女王から取り出したその赤い宝玉について聞かせてくれないか。何か思うところがあるんだろう。赤い宝玉？これなんですけど、女王の胸に埋まってたものです。これは巨大な戦士の証なの？私も初めて見るほどに大きくて確信が持てないのだが、どうやらそうらしい。多分これがクリント王国が採掘してきた資源の正体だと思う。なんだと？島の地下で見た動力と同じ力をこれに感じたんだ。キロさんがボースに渡したお守りの輝きにも。そういえば士族の長老から、戦士の証はフィルフサが豊かな大地に救うことで生じると聞いた覚えがある。聖地が持つ力をフィルフサが体に取り込み結晶化させたものがこいつだということか。その秘密を突き止めればクリント王国の生み出した強大な動力が再現できるというわけだ。突き止めないよ。これを使って島の動力だけは作るけどね。そもそもそれがこの地を荒らされた原因でしょ。なら突き止めずにここで止める。ライザ、よく言ってくれた。アンペル、何か言い返すことはあるか？ない、ないよ。なあ、乾杯だ。錬金術師の生き方としてもな。まったく、気に食わん。お前の考えた通りでいい。いや、今さら私が偉そうに上から言うべきではないな。ライザ、お前が正しい。それを使って島を救うことだけを考えろ。ありがとう。なんかよくわからんが、ライザが一本取ったってことでいいのか？多分ね。でもアンペルさん嬉しそう。僕は島を救えそうだってことが分かればそれでいいよ。キロさん、水はきっと近いうちに戻します。これは錬金術師としての約束です。楽しみに待ってる。
良き錬金術師ライザ。それじゃあ帰ろう。私たちの島を蘇らせるために。ねえ、どこに行くんだい？行くんだい？どうかな。ここは思い切りよくドカンと調合しちゃうべきだと思うんだけどな。お前にやった本をちゃんと読め。強大な力を放つ結晶体の取り扱いは慎重にと記してあっただろう。でもさ、その力を安定させるためには調合のタイミングを自分で制御して珍しくリラさんが優しく笑った。あ、違うんだよ、そういう笑い方もできるんだって意味だから。タオ、全然フォローになってねえぞ。だから悪気は、あ、そうだ、少し前からレントとリラさんで街道行ったり来たりしてるそうだけど、なんで？強引に話題を変えやがって。別に、なんでもねえよ。長旅の心得を実地で教わってるだけだ。長旅？どこかに出かける予定でもあるの？まあ、ちょっとな。タオ、お前こそ最近やけに坊主と仲良くしてるって聞いてるぞ。仲良くっていうか、島を動かす仕掛けがあるだろ、あれの分かりやすい手引き書を二人で作ってるんだ。なんでまたそんなことを？またいつ家の古書の読み方が分からなくなる事態が起きてもいいように、いろいろ備えておこうと思って。確か今アンペルさんとも昔の言葉を翻訳するための辞書を作ってるんだよね。ああ、ちゃんとした解説って書くのが難しいんだ。文法とか普段は勘で読んでるところもあるから。うなりながら、ああでもないこうでもないと男二人で額を突き合わせているな。みんな忙しく動き回ってるんだね。そういうクラウディアもルベルトさんの仕事を手伝ってたじゃないか。まるで秘書みたいに横に立って聞かれたことにもテキパキ答えてさ、かっこよかったな。やめてよタオ君、お父さんの手伝いはしてるけどまだ見習いってほどでもないんだから。クラウディアが最近ずっと一緒にいてくれるから親父さんも嬉しいんだろうな。声が弾んでるし。そうなんだ。でもそれはきっと私のことだけじゃなくて、私たち少し変わってきたね。こうして集まってはいるけど、それぞれやることができたっていうか、この先もっと変わっていくのかな。何クラウディア？ううん、何でも。そう？あ、アンペルさん、タオ、また島の地下に調合のための観察に行くから付き合ってね。ライザ、私もうすぐ。どこに行く？
の状態に持っていくためには何をどう作ったらいい？どうだライザー、お前ならそろそろレシピをひらめくと思うんだが。他力本願だな。アンペルさんも一緒に考えてよ。私よりずっとすごい錬金術師でしょ。いや、調合の理論を戦わせるのは楽しいが、実践の方はもうお前に任せて楽がしたい。ずるいな、もう。この調合が成し遂げられるなら、もう私たちがいなくても大丈夫だろう。何か言った？アンペルさん。いや、何も。でも、なんとなくつかめてきた気がするんだよね。こういう力が溢れてくる材料を使えば。思いつくことがあるなら片っ端からやってみろ。うん、何はともあれまず実行だね。材料を集めて作ってみるよ。どんな場所でも警戒を怠るな。どこに行くんだ？何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。おお、いい感じかも。とりあえず、なんか入れちゃおうか。どこにしよう。何作っちゃおうかな。どこにしよう。いいもの。おお、いい感じかも。いいもの、いいもの、おお、いいもの、いい感じかも。どれにしようかな。これでどうだ。うまくいくかな。やった、できた。なんか上達してきた気がする。どこにしよう。おお、いい、いいもの、おお、いい、いいもの、できそうな予感。おお、いい、いいもの、いいもの、おお、いい、おお、どれがいいかな。これでうまくいくかな。やった、できた。どこに入れようかな。そう、いそう、いい感じ。いいもの、できそう。いい、いいもの、そう、いい、いいもの、できそうだよ。そう、いいか、どれがいいかな。これでどうだ。さあ、どうだ。できた、バッチリ。どこにしよう。どこにしよう。どこにしよう。いいもの、でこう。いい、いいもの、で、いいもの、でこう。いい、こう。いい、いいもの、できそうな予感。こう。いい、いい、どれがいいかな。これでいいかな。うまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。どこにしよう。そう、いいか、いいもの、で、そう、いい感じかも。そう、いい感じかも。そう、どれがいいかな。
どこに入れようか。いいもの、できそう。いいもの、うわ、いい感じかも。うわ、いいわ、いいか、うわ、いいわ、いいわ、いいか。どれがいいかな。いいもの、できそう。いいもの、いいもの、でき、いいもの、でき、うわ、いいもの、できそう。いいもの、でき、いいもの、できそうな予感。いい、どれにしようかな。これでいいかな。どこにしよう。いいもの、できそう。いいもの、できいいもの、できそうな予感。いいもの、うわ、いい感じかも。いいもの、できそうな予感。うわ、どれがいいかな。どこにしよう。うわ、いい、うわ、いい、いいもの、でき、うわ、いい感じかも。うわ、いい、うわ、いい、うわ、いい感じかも。いい、どれがいいかな。これでどうだ。どこに入れようかな。うわ、いい、うわ、いい感じかも。うわ、いい、うわ、いい、うわ、いい、いいもの、できそうな予感。どれにしようかな。これでいいかな。ねえ、どこに行くんだい。ここでは普段の常識は通用しない。用心が必要だ。気をつけてね。よいしょ。そーっと、そーっとね。毒があるからね。よいしょ。かじるだけでも多少の薬効があると聞いたけど。手短に済ませるぞ。行きます。時間はない。大抵のキノコは食べられる。毒キノコだろうとやり方次第だ。なんだか独特の匂いがするね。よーいしょ。燃えろ。こいつには俺でも神秘的なも。おう、どこに行く。どうしようかな。どこにしよう。うわ、いい、いいもの、で
いいものどれがいいかな。これでとうまくいくかな。できた、バッチリ。どこに入れようかな。いい感じかも。どれにしようかな。これでいいかな。これでうまくいくかな。やった、できた。どこにしよう。いいものできそうな予感。どれがいいかな。これでどうだ。うまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。どこにしよう。いいものどれがいいかな。これでうまくいくかな。できた、バッチリ。少しは成長できたみたい。どこに入れようかな。いい感じかも。どれにしようかな。これでどうだ。さあどうだ。やった、できた。できた。これなら島の動力になるんじゃないかな。おう、どこに行く。できたよ。これなら動力に使えるんじゃない。見た目もここに使われているのと同じような感じではあるよね。じゃあ早速使ってみてよ。わかった、じゃあこいつを代わりにはめ込んでみよう。どうかな。よくはないね、あまり変わらないみたいだ。そんな。僕には錬金術はわからないけど、装置の具合を見る限りライザの石は今の力とほとんど同じくらいかな。これだってひらめいた感じだったんだけど。でも方向は間違ってないと思うんだよね。タオ、可能な限り装置の出力を上げてみろ。え、もういつ止まってもおかしくないくらい力が弱まってるのに。ライザが感覚をつかむ方がこの場合は重要だ。いいからやってくれ。はい。ライザ、せいぜい5つ数えるくらいだ。それ以上は持たせられないよ。いいよ、よろしく。さあ来い。行くよ。今までは燃え残りを探す感じだったけど、これなら炎のイメージが明確に見える。どうだライザ。見えた。弱り切った今じゃない。全開で動いてた昔を想像すればよかったんだよ。うまくいったってことでいいのかな。うん、待ってて、タオ、すぐに調合してくるから。
おいおい、あまり焦るなよ。調合する材料が材料、道具が道具なんだ。わかってる。それじゃ、行ってくるね。やれやれ、本当にわかってるのかね。何が起こるか楽しみだな。どこに行くんだ？どうしようかな。どこに入れようかな。次はどうしようかな。次はどうしようかな。とりあえず、なんか入れちゃうか。次はどうしようかな。ちゃんと考えないとね。どこに行くんだ。頼むよ、何も起こらないでよ。燃えろ。どうする。そこだ。えい、そこだ。それ、ライザー、やって。そこだ。行きます。行くよ。ライザー、一緒。それ、そこだ。行くよ。行きます。そこだ。それ、それ。ライザー、満ち溢れて。それそれ。さあ、どんどん進もう。どこに行くんだ。何作っちゃおうかな。おお、いいぞ。いいもの、できそうな予感。おお、いい感じかも。いいもの、できそうな予感。いいもの、できいい。どれがいいかな。どこに入れようかな。いいもの、でおお、いい感じかも。そう、いい感じかも。そう、いいぞ。どれにしようかな。何作っちゃおうかな。どこにしよう。いいもの、でおお、いい感じかも。おお、いい感じかも。おお、いい感じかも。いいもの、でおお、どれがいいかな。これでいいかな。さあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。どこに入れようかな。いいもの、でいいもの、でいいもの、でそう、いいそう、いいもの、でそう、いい感じかも。どれにしようかな。これで、さあ、どうだ。じゃーん、こん
んな感じかな。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。うわ、いいもの、できそうな予感。いいもの、できいいもの、できいいもの、いいもの、できいいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよ。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。の地下にもともとあったのはこれだ。今度こそ装置は昔の力を取り戻せる。アンペルさん、タオ、できたよ。今度こそ本物が。これは前に持ってきたものとはまるで違うな。錬金術ができない僕にもわかるよ。全く別物だって。うん、それじゃあやってみよう。お前たちが今までやってきた全てがここにかかっているんだ。しくじるなよ。ぶ
プレッシャーかけないでよ。タオ、準備はいい？いつでもいいよ。さあ、蘇って私たちのふるさと。お、動力が回復する。すごい勢いだ。数十年かろうじて装置を動かしてきた量をこの一瞬で超えた。潮流を見ながら水位は現状を維持したまま島の位置を元に戻す。よし、順調だ。島全体に力が行き渡っていくのが分かる。さあ仕上げだ。淡水化装置を動かすよ。地表への放水開始。うまくいったはず。行って自分の目で見てこい、二人とも。自分たちの誇るべき成果ってやつを。うん、行こう、タオ。あ、待ってよ、ライダー。見事だ、錬金術師ライザ・リンシュタウト。自分の目で確かめてみろ。ああ、ちゃんと真水だよ。おめでとう、ライザ。地区の噴水塔から水が溢れてる。やったな、ライザ。うん、でも休んでる暇はないよ。オーレン族に水を返しに行かなきゃ。ねえ、どこに行くんだい？どこに行く？ねえ、どこに行くんだい？錬金術師的には変わったものがないか探すべきなんだろうけど、なんか気分が乗らないな。ボス、無事にキロさんのところにたどり着けたかな。俺が鍛えてやったんだぜ、大丈夫だって。ここに来るまでにも戦いの跡はなかっただろ。ん？ボスがって何の話？ああ、ボスが一人でキロさんのとこまで古式秘具を持っていくって話。俺たちより先に出発してんだよ。は？ボースが一緒に来ないのはおかしいと思ったけど。で、そもそもタオ、古式ヒグはあんたが。いや、それが持ってないんだよね。カバンの中は空っぽだったり。何考えてんのよ。大事な古式ヒグを一人で持って行かせるなんて。そうだよ、フィルフサは統率をなくしてチリチリになったけど、まだ危ない場所なんだよ。やらせてやれよ。
あの古式秘具を自分一人で届けるってのがボースなりのけじめなんだ。だからって。遅かったな。ケロッとした顔しちゃって。もう何が遅かったなよ。ようこそ良き錬金術師ライザ、君を待ってた。うん、なんだか変な形になっちゃったけど、約束を果たしに来たよ。水源はこっちだ、ついてきてくれ。なんてあっけない、ガラスの壺を割ったみたいな音。これを割るためだけに彼女ら王連族は一体何百年。これは水の流れる音。昔と同じ聖地の息吹を感じる。ああ、水さえ戻れば統率を失ったフィルスタも去り、全てはゆっくりと。でかい仕事をまた一つ終えたな。ぴったりうまく収まったんだね。よかった。洪水みたいにドバって水が溢れたらどうしようかと思ってたんだ。なんでそんな心配してんだよ。ここは飛び上がるところだろ。お前もだボス。おい引っ張るな。溢れさせていいんだよ、感じたまんまを。この聖地の水みたいにやったってね。そうだな、今くらいは。約束は果たされた。この込み上げるものがやったという気持ち。最後はいよいよ門の封印だな。この異界から出て入り江に向かうぞ。すまないが。
さあ、すべての仕上げだ。門の封印作業に入るぞ。具体的にはどうするの？門の周囲に一定数とあるものを配置し直す。繊細な調整が必要な、平たく言えば面倒な作業だ。本来はこの建物自体がその役割を持っていたはずだが、見ての通り湖の浸食で崩れてしまっている。それで人知れず門が動き出してしまっていたんですね。ところでそのとあるものって何？私たちにもわかるのかな？そこら辺に転がったり沈んだりしてるだろう。え、それってまさか。ああ、かのクリント王国が作り出した力を秘めた特別製の石材だ。さあ、お前たちにも手伝ってもらうぞ。石材を運ぶんだ。僕もう力仕事はしたくないよ。よし、これでこの門は完全に静的な状態となった。こんな石材を配置しただけでいいの？石材が動いたらまた門が開くんじゃ。崩壊で即門が開いたのはクリント王国の連中がすぐ再稼働できる状態で保存していたからだ。そういうこと。完全に停止させてしまえば、より複雑な工程を踏まない限りまず開くことはない。ボス、今更だけどいいのか？そのキロさんのこと封印なんかしたらもう。彼女はこれからも聖地で他のオーレン族が帰ってくるのを待つと言っていた。何百年でもな。森と聖地の本当の名も教えてくれた。いつかきっと異界へ行く方法を見つけて訪ねるさ。そうか。みんなお疲れ様。これで本当に終わったね。ライザが先頭でいいんだよね。僕は後ろからくっついていくから。おう、どこに行く？ところで、これから村は水をブルネン家に頼る必要がなくなるはずだが、どうなるんだ？どうって、大して変わらないんじゃないかな。モリッツさんが前ほど強引に話を通せなくなるくらいで。しょげるのも最初だけで、どうせすぐ水以外の方法で盛り返すだろうさ。商売人としてはやり手だしな。私たちの命をかけた大冒険ってその程度の結果しか出ないものだったんだね。それがなんてことないものを守ったってことなんじゃないのか？かもしれないけどさ、せめてお母さんに怒られなくなる程度の報酬はあっていいんじゃないかな。ねえライザ、少し前お父さんが中央に出してた販路の申請が通ったって知らせが来たんだ。ふん、それが？お父さんのこの島での仕事が終わったから私もうすぐ次の土地に行くの。クラウディアに先を越されたか。実は俺も武者修行の旅に出ようかと思ってんだ。私たちもそろそろな。ああ、次の遺跡探索に立つ頃合いだ。僕もボスから一緒にオートに留学しないかって誘われてて受けようかと思ってる。みんながここから？
ライザ、ごめんね。言い出す機会がなかなか見つけられなくて。謝ることでもないだろう。クラウディアの場合、自分の意思で決められることでもないだろうしな。私たちの方は門の封印も終わったし、どうせそのうちふらりと出ていくつもりだった。俺も今がそのタイミングな気がしてよ。タオはともかく、ボスの方はよくわかんねえけど。クリント王国の研究をするつもりなんだってさ。僕らは準備もあるし、もうしばらくいるけどね。そっか。お別れパーティーしないとね。ライザ、私、私たちじゃ豪勢にとはいかないかな。そうだ、あちこち意見を聞きに行ってみよう。行くんだい。ライザ、友達とのお別れ会に行くのかい。うん。あ、今から農作業の手伝いとかはやめてよ。いや、そうじゃなくて、うん。何、お父さん変な顔でうなっちゃったりして。泣いちゃダメだよって励まそうとしてるんだよ。お前が何でもないふりしてるからさ。そんなことあるわけないでしょ。やだな、もう。強がったって私たちには隠せないよ。お前の親なんだから。うん、泣かないよ、大丈夫。ありがとう、お父さん、お母さん。楽しんでおいで。どこにも行かない私たちが帰りを待っているから。お別れ会が無礼講だからって錬金術師さんにご迷惑かけるんじゃないよ。もう分かってるってば。お客人だけでなく悪ガキどもまでほとんどいなくなるか。お前も寂しくなるな、ライザ。別に私は寂しくなんか。結構あるかもね。でも、お待たせ。この手の手続きってなんであんなにややこしいんだろう。たかが試験の申し込み程度でさ。タオが王都へ、しかもボースと一緒に留学とはな。半年前の私が聞いたら笑い飛ばしていただろう。行くって決めただけで、まだ行けるとは決まってないけどね。特別待遇が受けられるよ。試験を頑張るよ。クリント王国の文字をスラスラ読めるんだし、もう合格は決まりよ。前祝いにパーッと行きましょう。が武者修行に行くとか言ってるが、ライザ、お前がそそのかしたのか。
なんだよその言い方は。私もレントから聞いて驚いちゃってさ。レントが自分で決めたんだよ。自分で？あのピーピー泣くだけだったガキがな。親父みたいにってのは気に食わねえけど、あちこち渡り歩くのも面白そうだからな。一発の口を叩きやがる。ま、お前の人生だ。お前の好きにするがいいさ。ああ、目一杯好きにさせてもらうぜ。気が…さっさと行っちまえ。あの地震からこっちすっかり量も元通りさ。まさかあれも錬金術の仕業とか言わないよな。まあ困ったことがあったら今度からはライザに直接言ってくれ。リラ行こう。ああ、それじゃあな。もう魚も湖に戻ってきたのかな。ああ、生き物ってのは単純なもんだ。都合のいい環境になればいくらでもやってくる。どうやら後始末も全て終わりだな。じゃあ行こうか。よし、今日はここまで。この程度でへばるなよ。お前には俺の留守を預かる責任があるんだ。頑張ります。ずいぶんと熱心だね。腹ごとが向いてなくても最低限使える程度に鍛えないと父さんの護衛も務まらんからな。モリッツさんはあれから元気？ああ、ただ威張ってたわけじゃないことを自分の働きで示せと言ったら急に元気になった。あの人も働き者なのは間違いないからね。で、お別れパーティー来るでしょ？来ないなら俺が引きずっていく。
トレントに脅されたからな。うんうん、素直で結構。君には娘が本当に世話になった。もちろん私もだ。こちらこそ、錬金術師として村に認めてもらえる助力をしてもらってありがとうございました。できれば旅の空の元にある娘とはずっと友達でいてあげてくれ。もちろんです。私たちは一度待たせている妻のところに帰るつもりだ。あの子のフルートを聴かせるために。はい、クラウディアはきっとルベルトさんとまた旅に出ると思いますよ。私わかるんです。そっか、信じさせてもらおう。錬金術師ライザリン・シュタウト君。準備できたよ、行こう。うん、それじゃ失礼します。どこに行くの？ライザのアトリエのご感想は？お前にしては上出来だな。あらら、ったく口の悪さは全然治らないんだから。まあとにかくお披露目も終わったところで、旅立つみんなの明るい未来を祈るお別れパーティーを開催したいと思います。そういえば、俺たちのことばかり話しちまって聞きそびれてたんだけどよ。ん？何？ライザ、お前はこの後どうするんだ？島には残るつもりなんだよな。ああ、それなら目標はもう立ててるよ。この島に居残る錬金術師としてね。おお、聞かせてくれ。まずは数百年後の動力切れを見据えてそれを解決する。次に淡水化装置の新開発とか普及とか、それも解決する。それで浮いたままの不安定な島の地形もなんか解決する。どう？解決、具体的な方法は何も考えてないんだろうな。まあね、それを見つけるのもこれからの目標。もし全部が早めに片付いたら、
逆に片付かなかったらずっと島にいるだろうね。ま、でもライザならなんとかしそうな気はする。しそうというよりやりかねないだな。こら、そこ余計なちゃちゃを入れない。大丈夫、ライザならきっとすぐに全部片付けて島を飛び出ることになるよ。私、そっかそれもいいね。でレントを捕まえてアンペルさんとリラさんも見つけて、オートでタオとボースをさらってもう一回今みたいにこうやって騒ごう。捕まえるってどうやってだよ。ってなんとかしちまうんだろうな、ライザなら。僕今からその光景が浮かんじゃったよ。これこそやりかねないってやつだ。その時に暇なら付き合ってやってもいいぞ。暇じゃなければ来た全員に手伝ってもらうがな。もしずっとお互いがすれ違っちゃったら、ここに立ち寄ってみてもいいかな。いつでもどうぞ。ここはライザのアトリエ、私たちみんなの秘密の隠れ家なんだから。空剣島っていうなんてことない島の、ラーゼンボーデンっていうなんてことない村。そこで結構すごいと自認する私は暮らしている。なんてことない日々を守ろうと奮闘しながら。私はライザリン・シュタウト、通称はライザ。なんてことない農家の娘で錬金術師。そんな私は今日も京都でアトリエでの出会いで得たものと錬金術で学んだことを胸に抱く。この退屈でなんてことない光景に秘められた、どこにでもある痛快で素晴らしい一日をまた始める。青くて深い夏の空を遥かに遠く仰ぎ見ながら。